ホロケパンを売りえっ、ー、え嘘でしょええー、使えないパンやだなら好きな歯磨き粉はええー、好きな歯磨き粉ええー、みんな何好き歯磨き粉えー、でもなんか一応なんかホワイトニング効果のある歯磨き粉を使ってますえっ、ー、とかなおたおめそうなんですよ 今日はかなおちゃんのお誕生日なのこんばんはありがとうお弁当さんこんばんはえっとつかにガキじゃなくてあらガキなの今日知ったね <laughs> 嘘でしょいやあのー、まあガキで一緒だからいいんじゃないガキでえさすがに食べすぎて言いに来て <laughs> はいということで、えー、本日5月19日生まれの方へ向けていきますせーの <laughs> ハッピーバースデートゥーユー ハッピーバースデーツユーハッピーバースデーディアホイホイカナオハッピーバースデーツユーお誕生日おめでとうああ <laughs> くそくそこれ <laughs> おめでとうバチ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  おめでとうございます。くそっ。なごいれ、ね。いな。おめでとう、おめでとう。えーと。えっと。ごめんね、ほいほい。なんか、なんかサイドポニーに聞いといたらメガネ忘れちゃったよ。えーとなえ。なんかありがとう。すごいバラだ。ね。<laughs> ありがとうありがとうバラ薄やんかありがとう特別に特別に青いバラもプレゼントするねバラより君は美しいおめでとうおめでとう本当におめでとうえっ、ー、とお弁当さんありがとうパン焼けたありがとうはいマネキン違うマネキンのワッフルありがとうえっ、ー、と ゃゃワイにはがいるんだガキごめんよもうカナヲの方が可愛いけどなカナヲっていうのはあのー、鬼滅の刃の中であおいちゃんが、あのー、一番好きなキャラクターでございますうんーとおかえりかねえ雷もなんで温泉してんのねえアバター突っ込んでくれてありがとういやもうワイが触れなくて誰が触れる芸能人は母が命嫌いにいやそうなんか ねそうなのに、ね、んか前ホワイトニングのなんかあれとかもやったことあるけどなんかすごい気持ち悪くなってしんどかったそうなんかあの変なの塗ってなんか機械みたいなので光当てて白くするんですけどなんか気持ち悪くなってやめたそううん <laughs> えーっとえメロン味チョパーチバここまで定型文メロン味青いたうん

腹の呼吸なんかさ <laughs> 違うんですよ本当は今日ねかなおの誕生日なのもあってもっとかなおのためのものを用意したかったんですけどまあちょっと全然全然全然そんなことができなくて <laughs> えっとこれですねこれこちらですかなおちゃんおめでとうかなおちゃん えーとくさくさーくさくさー笑ってるのーえっ、ー、とすごいなんかてかってる <laughs> えっとえはべばせトゥユーやー、yeah! なんてめでたいなめでたいひー。 えー、ちなみに今日は青井タんの親戚のおじさんもお誕生日です <laughs> どうでもいいおめでとうアベバーズでありがとうストコさんこんばんは、えー、ありがとうございますおめでとうございますえー、次会った時は直接お祝いしたいなと思っておりますバラより君は美しいスペシャルバージョンそうバラより君は美しいああピンクと青と 赤もあった赤どっか行っちゃったえっ、ー、と「ヤおいたん、かなおめんまたのありがとうおりさんまたねー」「青いバラそう私はバラより美しい」ん「マフラーおいしそうえ」でも違うんですよ今日はかなお誕生日だしほいほい誕生日だしまあちょっと全然関係ないけどあの、お菓子をなんかもらったんですよ見てかわいいいちご牛乳かと思いきや いちごミルクベイクドショコラそうなんかかわいいもらったそうちょっと食べようかなと思って <laughs> <laughs> えっとあそらダビルおかえりえぶちさんこんばんはえー、好きな甘いパンはいっぱいあるよマネキンマネキンガッキーロースガッキーロースおかえりえだちご結婚おめでとうあそれガッキーかいやでもねなんかみんなさ みんななんかどうしてなのかな,なんか「俺たちにはガッキーが残ってる」って言ってたの戸田恵梨香さんが結婚した時なのにそのガッキーが結婚したら「俺たちには長澤まさみが」とか「俺たちには深きょんが」とかなんか逃げ道を探すのどうなんで YQ や味の歯磨きおいしいやつえーと家でございましたハはマルゼンスキーマルゼンスキーもなの おめでとうえってかさ聞いてくれるなんかもう最近一日一回かめないもにウマ娘の話してるあのなんだっけ夢をかける夢をかけるってめっちゃいい曲じゃないねしかも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 ,しかも東海帝王とメジャーマックイン素晴らしいねあれはおめでとうございますお,おじさんもおめでとうありがとう約 <laughs> 2年半ぶ来きたけどまだ部屋片付けたの片付けたのよ ねええー、パパタン <laughs> パパタンパパタンは11月えっとかなおおたおめアメリカおいさんあそう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 そ,うそれそれそれ言うようになったねーなんでちょっとなな,な何よジャバージバーそうレモン牛乳のパチモンあレモン牛乳って栃木にありますよねうんレモン牛乳飲んだことあるけどまあイチゴのが好きですねそうこれどすごーいすごーい なんかめっちゃめっちゃミルクいちごミルクえー、逃げ道 <laughs> そうそう <laughs> なんかなんかねみんなみんなすごい必死だなと思ってそうえー、かわいいえー、めっちゃかわいいなんだこれえー、かわいいはいみんな愛をプレゼント <laughs> えー、俺にはダメージなしだけどガッキー結婚、まあ、言うておいたもんもねなんかまあ結婚 やっぱするんだなあと思った。30代とかになるとって思ったえー。新宿です。あ、亮介さんこんばんは。星野源だと文句も出ません。でもさそのと同時になんかあいちゃんあんま知らなくて。星野源さんは愛子とも付き合ってたの？なんかすごい。a i k まですごい浮上してきて、なんかトレンドに <laughs> それはやめたれと思ってあ初見です。ありがとう。りょうすけさん、あおいたんです。こんばんは。えーとお前らはいつまで残ってんだって。<laughs> でも,でもねあのやっぱ結婚してるのとしてないのとは違うんだなと思いました丸えっ、ー、と「蒼井貫ありがとう自分の安全地帯は自分で探さないとねみんなねあの心の安定材を、えー、ガッキンよりね田村正和さんいやーなんか古畑任三郎いやねなんか本当ねなんかあれですよね 11月メモメモありがとう配布第2期アニメオープニングテーマすかあそうなんだ「えウマ娘」のアニメ見ようかなおいたウマ娘のアニメ見てないんですよいや見てないんですけどいやそう今もう「夢をかける」を朝から10回ぐらい聴いてる <laughs> すぐすぐあのハマ、ま、りやすいやつだからそう あ,のああいう王道な歌詞大好きやおいたえー11月お深い期待していいなんで <laughs> ナンばーしーはいつ結婚するのいや相手がいないんだよな拾ってくれるかねハニーエありがとうキャドンこんばんはテレビ見ないからいまいち楽器 <laughs> <laughs> 楽器ぐらいなのか分かんない <laughs> えっとでもそうだよな確かに楽器うんテレビドラマドラマだよドラマ んーいろんな出てるじゃんほらコー,ーコードブルーとかさコードブルー葵ちゃん好きあとまあそれこそだから「逃げるは恥だが役に立つ」とかなんかいろんないろんなまあ恋空とか昔はなんかいろんないろんなあのー、何ドラマに出ている人でもさ正直さそうなんだよね葵ちゃんもそう Twitter やってなかったら なんか知らない世界の人いっぱいいるしなんか自分たちなんかの世界は別に他人にとって当たり前じゃないよねえっと一番好きなパンはん何メロンパンかわいいありがとうまだウマ娘のお話についていけないわいちょ、ついてついてきてついてきて頑張っていこう頑張って えーとガッキーって最近ドラマ出てるの同じくテレビは PC つけてるかわかんないあーえっ、ー、とねーえ最近ちょっと前出てたねでもそうなんだっけなんかめっちゃ面白かったのはあのー、何戸田恵梨香さんとも新垣結衣さんとも夫婦役をしたのに結婚できなかったムロツヨシが一番かわいそうってどっかになっててめっちゃ面白かった。 <laughs> えっと年齢は論外として解消がないのでごめんなどういうこと解消解正どういうこと何何何何それはそれは何あやばいサイドポーニンもう外しちゃったえっ、ー、とあー、えー、楽器そう楽器だよえっ、ー、と何だかがみりゅえ,ー、鏡龍太郎え知らない鏡龍太郎うんえっ、ー、龍角さんスイッチの CM も楽器にあーそうねあのあつ森あつ森だ森あつ森,あつ森 あとほらポッキーとかの CM とかえーと「テテテテテガキイエースガキ」最近のドラマは小説や漫画ありきだからいやわかあそうだからほいほいそうそうそう,そう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 アルジャーノンに花束をあおいなんかドラマで見たんだけどあれあれなんですよアルジャーノンに花束をっていうドラマがあるんですけどあれはあおいタんが通ってた大学で撮影してました えっと、あれ新垣結衣さんですかはじめまして。どうした今日に。どうしたどうしたどうしたお菓子あげようか <laughs> えー、戸田恵梨香。戸田恵梨香さんもびっくりだったっけどね。えー、ドラマは見ないわ。なおいちゃもなんかすごい気に入ったのは見るけど、えー、笑っておる。 ごデコんごでこめとありがとううんおかえり学校の先生違うのかほら楽器やめああそうじゃん「降る雪が全部メルティキスならいいのにね」っていうやつ CM えーといさんこんばんはこんばんはるルパルさんおかえりなさいだってムろさん普段からうるさそうだし正反対ああ確かになでもなんか ムロツヨシさんとか、なんか本当にいつも、なんか元気をくれそう。本当に。本当に。えっ、ー、と、僕にもミュウタンと結婚したいなと思った瞬間がありましたの。おうおうおお、そうかそうか。青いタンはダメなんかうちの子に限って。うちの子に限って。え、どれ ?CM か ?CM かどれだえっ、ー、と、解消とは厳メちゃんちゃんまあ、経済、ああ、経済力か。まあ、確かにな。なんかさ、大変ですよね、結婚って。だってさ、 あのー、特にわかんないけどなんかやっぱ世間一般的に男の人があのー、こう女性を養うというものじゃないですかだから大変だよねそうねでも葵いたんはうーん家にいたいん違う実家にいたい <laughs> ちびたんさんにおすすめしてもらったそう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 ,そうあれは好きだけど好きだけど。 うーん、なんか結構ドラマだとなんかちょっとちょっとなんか不自然だなみたいなのはちょっとあったなんか話の流れがねそうお菓子くれお,お菓子くれかお菓子食べようかねこれハートだって可愛い,いえ何味いちごミルクかえーとととと,と,と,とガキは三ツ矢サイダーの CM が好きだったあーいいねなんかさあの飲料 なんか炭酸飲料とかのなんか女の子ってみんな可愛いえっ、ー、と多分最近一番見てた番組が「ラックユーサグ」<laughs>「ラック」「ラック」「言うの先取りアイドル塾」<laughs> <laughs> 懐かしい小寿を届けありがとうけどう、えー、ん敵が多すぎ昔か多すぎたけどうん何青いたんバババーンえっ、ー、とそうですあるじゃんそう。 そうう俺はアオイタンに養うんどういうことあおいたんに養う。あおいたんを養うではなくてえーとどこだえー、あでも極戦は見てたの。ああ極戦はあでも極戦は結構ほぼほぼほぼ全部の木見てるかもしんないなんか。あのヤンクミが好きでそう。えーと。でで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 。やううん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 。やってくれるの 青田の学校を堪能できるのは第何話えっ、ー、そこまで覚えてないえ結構うちの大学はいろんなドラマとかミュージックビデオのなんか撮影に使われてたらしいんですよそうだしそうだからよくなんかあの学校の大学のなんかそのいろんな施設のなんかスケジュール表みたいなのが学内の図書館から見れるんですよでなんか基本的に土日とかになんか 何時から何時までこのなんか大講義室撮影とか入ってたえーとおかえりーシャトボーンこんばんはーあそうだハート食べるんだった今おかえり痩せる懐かしすぎえええ <laughs> 地球のみんなオラに少しずつ嫉妬ト分けてくれ <laughs> なんで嫉妬集めてんのおかえりーキャンピこんばんは大丈夫そっちコロナねガキはポッキーが趣向だったいやでもわかるあれは可愛かったねわかる あれ以来定期で見てる番組ないぞ <laughs>。あれ嘘。楽湯偉大すぎるかちょっと。えー、17号え何、ー、どれどれどれキャッチボール失敗した。あれじゃあの芝居だと主人公がかなり難しいう。うん。いや、うん。あれは、あれはめっちゃむずいけど、うーん、なんだろうななんか、あいたん結構、なんか、小学生、中学生とか、 なんか結構、あのー、なんか近くにそのなんか、あのー、近くでもないけどなんかちょっと遠征して障害を持ったあの同じ年代のなんか特別支援学校とか,なんかそういう学校とのなんか交流会があったんですよでなんかあのそういういので見てたりあと、まあ、大学とかでも。 実際なんか障害を持った方とかまあ、あの体もそうだし知能の方もそうだしっていうのでないろいろ関わってきたからなんかいまいちなんかんちょっとリアルじゃないかもって思っちゃったそう、えー、とそういえばこのアバターの作成者ハンズのライブ出なかったのってそういうことえどれどれいついいいいつつつつだいつだいつだだ ハンズもうなくなっちゃったよねあれまだあるっけもう閉店だよねでもえー、国選呪術家うわっうわー呪術いやおいた見ようか見てみようか見たいなーと思って見てないまだはあそうか時間が取れたら小説読みたい読んで読んでってことでハート食べようはいお誕生日おめでとううんうん なんか、なんか溶ける。なんか溶ける。すごい。溶ける。なんだこれ。うん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 。が、うんうん、溶ける。ベイクドショコラ。溶ける。<laughs> 溶ける。しか言ってない。うん。 <laughs> ありがとうかみの今うまい、うんうん、んう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 んまさにいちごミルクだなんかミルク感強めでもいちごうんうまいうーんうーんうんうんうんた星野源に嫉妬してる男が多いだろういやーまあ確かに逆もしかりなんかななんか うわ、星野源と結婚しやがって新垣結実みたいな思ってる女の子もまあ、いるよね多分えーと「うんー I love you ありがとう」ちょっと新しいプロジェクトが立ち上がって仕事が忙しいえー、そうなの頑張って頑張って体調に気をつけてガッキーとか長澤まさみとか10代だったらいつの間にかみそじこえてていやほんとだよねびっくりしちゃっただって新垣結実さん32歳なんでしょ 全然だよね。見えないしね。テレビワープは電波塔を壊したらできなくなるのこれからだよ、ストコさん。これからいいところだからありとナイトメア。えー、お帰りはおいた。ありがとう、ゆっぴーさん。こんばんは。えー、4年半前。4年半前。えー、それ全然関係なかったっけどただの。 なんかただの家庭の事情とかあ違うあ違う違う違う思い出したなんで休んだか違う違うでもこれはちょっと結構言えないわ言えない言えないけどうんなんかうんそういうことうん違うけどなんあのね違うんだよねグループ間のことじゃなくてあのなんかちょっとあれなんだよ美味しそうであるそううまうまうまなんか分かんないけど皆さんぜひ買ってみてえー、なんかこれあの 東京駅か新宿駅にしかないらしいから <laughs> えっと結構柔らかい、うん、柔らかいこれうまいなえっ、ー、と溶けるしか入ってこない <laughs> 溶けるーえー、しばらく甘いものはいいやあじゃああじゃあだーケーキ食べすぎてえっ、ー、とパリスさんがもう数十分飛んだうそ<嘘>パリスおじいちゃん飛んでるってハムスター飛んだわ 楽器が同学はあうらやましいなそれは同学年ってだけでうらやましい知的障害関係だと弊者の更新の演技が結構リアルだったえー、全然覚えてない <laughs> ええと言えないなん,かなんかそれは彼女が通ってた学校とちょっとなんかあれがあって確か休みだったのそう一回も出てないんんじじゃゃ池袋じゃん <laughs> いやまあまあまあ、まあ、そこら辺はお任せしますサイドポニテでもあーご,めんご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 めんってごめんなごめんって本当に本当にサイドポニテするから今からそれを全然するほいほいおめでとう遠くへかしにけい車だとハードルがたけ駐車場ねえなんかさ都会って いんなんかそのレックタんがいっつも駐車場を探してるから思ったけどなんか都会って車止めんのめっちゃ不便じゃないね思ったわそう飛んでるってか浮いてるあーじゃあ多分あのー、そのまま手に召されるえっ、ー、と同学年の白ちゃんのドヤ顔がメニューかいいなーえっ青井さん誰同学年え誰だ誰だえでも青井さんは長濱ねるさんとお誕生日が一緒 えーと石田一生とか石田一生さんってなんか一時期なんかニュースになってなかったっけなんかえー、とわしはあなた年代の方がうらやましいなんでなんでなで。 同い年でキャッキャウフフ最近池袋のライブ会場行っててふと気づいた厄介厄介だ厄介だーあの青井さんみたいに公表してたらいいけど公表してないやつに「あ俺は知ってるぞ」っていうやつ出してくるとちょっとあの厄、ー、介だね <laughs> 高速プラス駐車場代チケット代なことが多いえそうあそうなんだ いつもありがとうございます本当にとんでもありがとうございますえー、とえ春には夢のお花やめろあー元気かねお花ね新宿駅の西口近がワンちゃんああいやそこはどうどうなんねあえん車の中はそんなに駐車場のこと詳しくないけどなんかうんなんか行きにくい世の中だよね一番好きな厄介は一番 <laughs> えって何一番好きな厄介って何 <laughs> え一番好きな厄介へなんだろう一番好きな厄介みんな何えんだろう厄介のちょっと種類を言ってほしいえっ、ー、とお花って久しぶりに聞いたけどお花はもうちょっと帰っちゃったんですよあっちに、あのー、静岡にそうだから、あのー、っていうだけでそうちょっとお会いしてないですと。 えー、なーんから比べたら全然セーフアウトえっ何な,なんんんんん何丸だわえっ、ーききえー、好きな厄介厄介って時点でさ役なんだわ役 <laughs> なんだわそれはもっとなんか好きなオタクの種類はとかさそういうのあるじゃん質問的にはあ好きな人さんこんばんはおかえりなさーい えっ、ー、かは地球のゴミああまああのー、何ゴミかどうかはあのー、アイドル次第 <laughs> 埼玉2人静岡2人埼玉2人静岡なるほど役そっちじゃない役いいじゃんいいよ役役なんだわだいぶ <laughs> 役なんだわほら役役払いって言うじゃん神社でそういうことだねななみん違うかわいいなあななみんって何だっけなんかまあいいか今日はそう5月19日だからとりあえず全世界のお誕生日の人おめでとうってしようとしたのにあのー、結婚が出たからなんか葵いゃんも一回結婚してこようかしらうんうんえー、っとですね明日 んーうまぴょい、うまぴょい、う,ーうまちう,ーうまうまうま、君の合場が今、うま娘です。えー、あ明日うーん、明日なうん、初めて、3、2、1、はい。だめだ。えっ、ー、と。 何でもないですえー、っと <laughs> うーんそうやな厄介って褒め言葉かと思ってたわあーでも愛せる厄介と愛せない厄介というのはいると思う早よ結婚してごめんなさい電撃あるなやば明日結婚発表かもしれない <laughs> <laughs> 明日明日の22時にえー、っと通販を更新しようかなと 思っております。はい。ただ、なんでもない。うん。明日の二十二時の予定で、明日はえっ、ー、とチェキと、えー、ブロマイドです。はい。 あのチキは先日撮影した馬娘でブロマイドはあのーまあ、ちょっとこの季節ということであのー、バラが綺麗なところで撮ったお写真になっておりますえーっとあとは、えー、更新されたら見てくださいお願いしますよし、えー、ありがとう学校の先生花束ありがとうありがとう結婚してくれありがとうごめんなさいありがとう花束どうぞえー、っと だだだだだーえと、ー、一回結婚一回結婚で、まあ、た本当に結婚はしたくないからドレスを着させてほしいそうえーと明日結婚するの明日僕は結婚するっていう話がありそうだねなんでもないようなこと幸せだったと思うえどうしたのどうした白様なるほど鬼滅を知らない人が感じる決め腹っていうのはこういうことか <laughs> ここでここで感じている君原えー、いする厄介です,すみませんどうした愛するか愛する厄介だねきょんぴかわいいえっ、ー、といつ結婚するの今でしょおー今でしょおめえありがとうありがとう花束頭もなく馬が走ってるうん走ってる厄介愛せるのはあなたぐらいに懐が深くないと無理や大きな愛でもうてなしてよしえあしたの22時に結婚 <laughs> 違うのよ。違うのよ。えっ、ー、と、僕と嬉しい。僕とシャルリーダース。えー、今回の購入宣言はどんな感じですかえ、特にない,です,、うん、にないですけど、うーん、特にないです。特にないんですし、うん、特にないですね。はい。まあまりにも枚数が多かったら、が、新しい種類を取るぞぐらいで。 ブロマイドはパターン決まってるし、地域は、うん、あれだし。で、あの、そう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 。で、明日からですね。あのー、あおいちの通販を、あのー、え、ここにないわ。あの、ご購入してくれた方にですね、あのー、何、ポストカードを、あの、プレゼントします。一枚。あのー、注文ごとに。そう。だから、あのー。

明日更新とメモメそういやちょっとブロマイドがちょっと終わってないんですけど明日までに終わりにします大きな愛でもてなしてはいおおーうるおうぐらい販売してねうるうどっちが兄ちゃんがあおいたんが欲しいたくさんうるおうっていこう <laughs> やめれやめれやめれポストカードにマスコミ向けの文章があ,ーあるかもしれないどうしようこれしかもいい感じじゃんドレスでちょっとしかももうかわいいルコが結婚するみたいではもう,うこれかわいいでしょそうプレゼント 4U えーと注文ごとに1枚ずつ買うぞ買ってるうちに売り切れる。ば <laughs> あのーえー、そうですね、同じ日に買ったものは同じ, <laughs> 同じ扱いにしようかなまあとはあのー、基本的にあの葵ちゃんがここのオーナーなんで葵ちゃんの好きなようにやらせていただきます。はい えーとアイドルファイルつけな実家に150冊ぐらいあるけどいるおおありがとうそれは勲章だようーんでもうちにもいっぱいあるんだな。えー、笑ってる。おかえりともさんこんばんはーかわいいありがとうありがとういいけど。<laughs> はいということでということです。えー、皆さんなんだかこれは梅雨入りなんですかちょっとお天気が悪いみたいなんですけどえー、風邪をひかないように暖かくして。 過ごしましまょう,うんなんかもう一個ぐらい言うことあった気がするんだけど全然思い出せないわ。うんまあいいかうん,うーん,うーんかわいいでしょ23時59分に買って0時過ぎたら買うぞこれ <laughs> でもでもそれをそれを言ってやらないハク様はこれやるもう厄介じゃないのよねそう。 えっと、家にもいっぱいある、アクサさん。家にもいっぱいある、えー、そえぇ、さっき、ありがとう、どうしたのありがとう、ごめんなさい。あ、ごめんなさいじゃないわ。ありがとう。そっちのコメントに反応するのえなんでええー、と、はーい、はーい。大福丸さんありがとうメロンパンだーありがとうございます。はじめまして。ありがとうええー、と、大福丸さん ありがとうございます。青いたんことナンバーオいです。よろしくお願いします。ペコリンちゃん。えー、メロンパンありがとう。こちら、ワッフルプレゼント。ありがとうございます。なんかあったことある気がするな。気のせいかな。えーと、毎日1枚ずつ。これもやんか、えー。ただ、ただ送料がね、重んでいくだけなの。送料ってね、誰も得しないの。あのね、いや、得はするのよ。やっぱり、 超えない中でみんなにお届けするから。送料って大事なんだけど、あおいたんの懐にも入らないし、みんなも出すだけだし。<laughs> あのそうなのよ、ウィンウィンではないのよね、送料って、なんか、えー、今日もいいほっぺでした。ありがとう、ありがとう。ーちょっと撮影までに痩せるわ。あのイメージモデルの家族の名前を総動員して一枚ずつ。<laughs> <laughs> はい面白い逆に逆に受けて多頭レベルだよね <laughs> えー、たくさん買うとワッフルついてきますかあー飲食 NG 飲食物 NG こんんばあか風たちこんばんは,ーんばんはーおかえりなさーいありがとう <laughs> はい日本郵政の株主やからゆうパック使ってそういうのを そういうのはやってないっす。<laughs> あのー、何猫ポスって言うて、猫ポスなんで、よろしくお願いします。はい。はい、ということで、皆さん、えー、コメント流れちゃった方、いたらごめんなさい。またコメントしてください。えー、本日お誕生日の方、大変おめでとうございました。そうか、妻の名前注文すれば。えーえー、逆に、逆に愛を込めたラブレター入れちゃうよね。えっ、ー、と、 お疲れ様ありがとう初めましてじゃないやっぱそうだよね初めましてじゃなかった <laughs> ありがとう大福ふんありがとうメロンパン えー、送料でポストカードを買う感覚。確かに。<laughs> 夢だよね。ありがとう。5位、レクタン。ありがとう。4位、イグニちゃん。ありがとう。3位、ハクサマ。ありがとう。2位、カミナイモン。ありがとう。1位、ホイホイ。ありがとう。おめでとう。ありがとう。はい。他にも、種投げ50カウント、えー、コメントありがとうございました。右上のハート、白い方、毎日配信してますので、ぜひピンク色にお願いします。あと、あおいちゃんのツイッターやインスタグラムぜひやってるので、フォローお願いします。 ありがとう花束、ありがとうありがとう、お誕生日おめでとう君のためのいちごミルクありがとうねありがとう、ああリップだリップだありがとうンゴさんじゃあリップの代わりにこれあげるねはいハンコ、はん, <laughs> はんこですありがとう、ありがとうねよしかなおめでとう確かにかなおめでとうございます はい、ということで、えー、あとは、葵ちゃんのね、あの、YouTube などなど、ぜひご覧ください。えー、ファンサの、ファンサの動画はちゃんとファンサしておきました。はい。ということです。では、皆さん、えー、明日もいい日になるよね東海定王 <laughs> はい、以上、葵ちゃんこと、ナンバー葵でした。いい夢見てね。おやすみなさーい。うまぴょい。